聖堂に宝を埋めるなんて無理かな。そうでもない。エブリーたちがここに来た時にはもう誰もいなかった。なるほどね。懸賞金もかかってたし隠れられる。はい、お、レイフと何があったんだ。まだ会話が終わってなかった。あいつも俺にうんざりしてたぞ。俺は兄貴の死の職だから。立ち直れなくてあいつは宝が見つかる以来だ。バックれた頃には殺す気満々だっただろうな。今度は殺すだけじゃ済まないな。だろうな。今のあいつは今年なんか会話が終わんねえ。噂を聞いてさ。俺も聞いたよ。だからこそこんなことしても悪いと思わない。終わったかな。はい、ということで皆さんこんにちは、カリアです。ほんとだいぶ久しぶりにね、アンチャーテッドやっていきたいなと思います。最近ずっとセキロとあのパワプロの、ね、実況をやっていたんですけれども、まあ、パワプロはね、やってたんだけど、あのちょっとね、セキロの方が全然進まなくてですね、だいぶ死にまくっててですね、っていうのもあって、まあちょっと息抜きも兼ねてね、アンチャーテッドを久しぶりにやっております。ただね、もう完全にね、数ヶ月やってないので操作をだいぶ忘れている。わお、待って、あぶね。操作の仕方どうだったっけね。操作の仕方本当に忘れた。照準アシストがついてるのはちょっと、気にしないようにあまりにも下手なので。はい、あ、ここにあった。ジャンプ、登るか、あとリロード、三角、格闘が四角。はーん。で、R2 で射撃。バイオと似てるかな。これ今難易度いくつだっけな。中、うん、高いな。ああ、別の道を探そう。でこっちだよね多分。これいけそう。いいね。なるほど、これで。ほう。なんだよこれ。穴掘る設備だな。なんかあの黄色いやつは観測とか、観測というか測量系にね。見ろ。聖堂周辺だけだった。くそ、伏せろ。おーっと。ちょっとさすがにこれ簡単すぎるな。ちょっと設定を、ちょっとこの戦闘だけあれだけど、よし、いいぞ。こいつらも大変だな。俺たちを待ってたみたいだ。しかも聖堂以外の場所も探してる。ってことは早く墓場に行かない。その通り。はい、ということで自動照準だけ切っていきました。やべ、本当にわからん。最近ってかやってねえから。なんで聖堂の向こうは探さなかったんだ。探したよちょっとは。でも手がかりなしじゃ暗闇で銃を撃つようなもんだ。手よりもダイナマイトってとこか。
も久しぶりにやるけど、すごいやっぱりグラフィックは綺麗やね。こっちじゃねえな、どう見てもこっちやな。なんかめちゃ敵とか出そうなやつ。なんだここ。いくつかの区画に分かれてる。メインは当然墓場の隣だけど。やっぱ場所が大事だよな。小洗いの装備だ。でも奴らはいないみたいだ。小洗いって確か軍事会社ですね。うまくいけば自爆してくれちゃうかな。あー、これはこっち行ったら死ぬな。はい、これは何かな。なんだろう。いや、ダイナマイト。おお、ダイナマイト。ああ、気をつけてくれよ。おい、ドア開いたぞ。うえ、開け方すげえな。バレてないから。他でもドカンドカンやってるし大丈夫だろう。いや、そういう問題じゃなくね。見ろ、あそこ上がれそうだ。そうかね。うん、じゃあ踏み台でも探す。ええ。じゃあ踏み台探そうか。結構むちゃくちゃやるね。これなんかどうだい。ねえ、これ使えば上がれるかも。これ、反対側から、回って開けてくる。開けれるかな。ダメですね。ということで、こいつの出番だ。よし、いいぞ。バイバイ、ドアさん。お前結構うまいな。まあ、今までいろいろ吹っ飛ばしてきたし。まあ確かにね、過去のアンチャーテッドでいろいろ吹っ飛ばしてきたのは知ってるけど、そうじゃない。そしてすごいやりにくい、これ。めちゃ引っかかれ。くそ、しょうがないんだ、隠れろ。あ、やばい、待って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 。さんどこよ。わあ、結構いるね。バイオの時と違って、最近までね、ちょっと前までバイオの実況やってましたけど、バイオの時と違って向こうも飛び道具ですからね。そういえばそのあたりが結構大変っちゃ大変だ。痛い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 。
て右にもいるんだよ。そして木が邪魔で撃てない。痛い痛い痛い。危ねえ。やばい、いやあっ、めちゃくちゃやりやがるな。人のこと言えねえけど。あ、危ない。あそこに一人。いやあ、危ない。っていうかさっきから人数増えてない？わお。ほっぷねえ。またグレネードが近いし。武器今ハンドガンだけなんだね。わあ、待って。おいしょ。びっくりした。兄貴か。オーケー、いいね。クリア。あともう一人二人いるよね。どこ？あと下に一人いるな。あ、いたいた。オッケー、よし。じゃあちょっと弾を回収しよう。さあ、これでよし。うまくいったな。ああ、誰かが来る前にさっさと行こう。そうね。ああ、これそうか、そういうことか。なるほどね。今これ鳥獣何使ってる？ AK かな。銃の名前は全然知らん。あ、ダイナマイト。よし。で、まあオールクリアで、だいたい弾も全部揃ってるな。よし。OK。じゃあ、これさ、どうやって下に下ろすの？降りないよね。だよね。え、どうやって下ろすのこれ。さっぱりわからん。兄貴手伝えよ少しは。引くぞこの野郎。あ、引けなかった。あ、こうやって落ちるのか。 OK。 なんかある？なんもないやんけ。そしてこれ意外に動かしにくい。そしてバイオの癖で、あの走る、バイオだと R3 が走るだからさ、すごいなんか R3 を押す癖がついてる。バイオやってた時の癖がすごい。よいしょ、おい、こいつでいけるだろう。
よし、さあ行こう。よいしょ。なるで、どっちに行くんだ。上に道が続いているとかそういうことはございません。うん。それでどうする。どうしよう。なるほど、そういうことか。やった。おい、危ない。うん、危ないね。それは分かってんだけど、この後どこ行くの。ああ、なるほど、あれか。うわ、怖い怖い怖い。こっちかな。あれはどう。ほら。ちょっと待ってよ。道がマジで分からん。そういうことか。そんじゃサムもやってみる。おい、それ俺がやり方教えたんだぞ。だったらやってみろよ。こっちじゃない。どうだ、雑だな。雑だな。あれ行ったら戻っちゃうもんね。どう行くんだろう。無理だー、落ちたー。違うんだな。こっちじゃないな。で、違うな。これだってさっきのとこだよね。どっちに行けって。なるほど、これであそこに飛べってことか。わかった、そういうことか。よいしょ。サム、あそこにはしごがある。よし、待ってろ、行くよ。で、サムが来るのを待つわけね。よし、押してくれ。で、兄貴を持ち上げて、兄貴はしご下ろして、来いよ、引っ張る。そっち？どうやって行けと。なるほど。来い。よし、サンキュー。よし、で、こっちだな。よっしゃ、あった。あれが宿舎。ホップステップジャンプで行くぞ。おい、軽く言うなって。本当だよ。はい、ということで、ちょっとまあ気にがいいので一回ここで切ろうと思います。まあ動画のね、流れとしては、動画の流れというか、まあ長さ的にちょうどいいかなと思ったんで、まあ一回ここで切ろうと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。